それではですね、銀座なでしこ街9周年記念並びに青木さやかさんの出版記念のパーティーを始めさせていただきます。皆さんこんにちは、青木さやかと申します。本日はよろしくお願いいたします。今紹介していただきました、私はですね、愛知県出身で、現在48歳に、なります。26歳の時に、上京してまいりまして、今は11歳で小学校6年生になる娘と、2人で暮らしております。ちょうど20年近く前ですかね、どこ見てんのよというギャグが、大変に流行りまして、テレビに毎日出るような日々でございまして、紅白歌合戦にもどこ見てんのよというギャグで出ました。当時畑陽区という芸人さんも大変に流行っておりまして、畑陽区がなんとかかんとか残念、私がどこ見てんのよ、畑陽区が残念、私がどこ見てんのよ、そういうことで、15年ぐらい前に紅白歌合戦に出ました。ギャグっていうのはですね、私が思いますのは、自分のこう性格とか性質みたいなものがそのギャグにピタッと一致すると、なんていうんですかね、流行るのかなっていうふうにも私は思っておりまして、当時ですね、私は大変自意識過剰でですね、被害者意識が強い人間でして、電車に乗っておりますと、男性がなんか胸元をちらちら見るような気がするんですよね。打ち合わせをしていてもなんかこの人私のこと見てるなって思うんですよね。非常に自意識過剰で、いつもいつも思ってたんですよ、どこ見てるんだろうと。だからそれをですね、どこ見てんのよっていうことを大きな声で叫んでみたところ、大変世の中にマッチしまして、で、痴漢撃退でどこ見てんのよって言葉が流行るといいなと思っておりましたけれども、そういうふうに使う人は誰もおりませんでしたが、大変世の中でこうブームになった、15年前でございます。思ったんですね、そういうふうに見えた、そういうふうに思い込んでしまったんですね。その時の私には母がですね、母親じゃなくて女に見えましたし、教師に見えましたし、それはすごく汚らわしいものに感じてしまったんですね。思春期だったからだと思います。そこから私は母と全く口を聞かなくなりました。高校1年生からです。高校1年生からずっと3年前までほとんど口を聞かずに生活してきました。口を聞かずにというか、にこやかに口を聞かずに生活してきました。話すことはありました。金の無心とかですね、大学受験の時はここを受けるから3万ちょうだい、ここを受けるから3万ちょうだい、浪人してますから毎日次の年も3万ちょうだい3万ちょうだいで、お金ばっかり、お金の無心はするんです。そうすると母は文句を言いながらも、私にお金だけはくれるんですね。それは上京する時も続きました。26歳で上京したんですけれども、このチラシにも書いてありますが、非常にだらしない生活をしておりまして、当時の彼と一緒にですね、上京したんですね。でも私は芸人としての仕事もありませんし、テレビにも出ることができませんし、バイトもなかなか続かないという中で、毎日のように、その旦那さんだけじゃなくてですね、きっと私は誰と生活してもうまくいかないだろうなっていうようなですね、感覚がどこかにあってですね、それは親子関係がから来てるのかもしれないなってうすうす思っていたんですね。話を戻しますと、母が亡くなる前にですね、たけしさんに言われまして、私はたけしさんの言うことを聞いてみようと思いました。親子関係が人間関係の基本だと、親孝行は道理だと、で自分のために親と仲直りしておいでというたけしさんの言葉をですね、そのまま聞いてみようかなというふうに思いました。普段だったら私は聞くような人間ではないんですけれども、当時私は八方塞がりだったんですね。人生がうまくいってなかったんです。自分自身も肺腺がんを患っておりましたし、パニック症も持っておりまして、いつまで仕事が続けられるかわからない、倒れるまでなんかどっかですね、死にたいなと思いながら生きてきたような感じがするんですね。いつ死ねるかなというふうに思いながらですね、だから言葉を選ばずに言うと、なんか、自分から死ぬ勇気はないけど、なんかどうにか死ねないかなみたいな、そんな感覚があったんですけど、それがね、親と仲直りしてから不思議となくなりました。本当にそこは、感謝しています。
愛されたっていう記憶がないので、子供を無償の愛で包むとか、形じゃなく愛するってことが私にはすごく難しくてですね、どういうふうにこの子を愛すればいいんだろう、ただ愛するっていうことがとっても難しかったんですよね。それができるようになったなというふうに、思ってます。母のことが嫌いじゃなくなって楽になったことっていうのは他にもありまして、私は娘と関わっている時に自分の中に母を見ることが多いんですけれども、娘に注意する仕方とかですね、口調とかですね、トーンとかですね、そういうところがすごく親に似てるなって思うんですね。私が母のことが嫌いだった時は、自分の中に母を見つけると自分のことも嫌になったんですよね。どうにかこの口調を変えよう、なんて言うんですかね、母に言われなかったことを、母からされたことを娘にしちゃいけないとか、母の口調を真似ないようにしようとか、でどんどん自分で自分を嫌いになっていったような感じがするんですけれども、今娘と関わっていて、自分の中に母を感じることがあると、なんか懐かしく思いまして、母がバックアップしてくれてるような感じもあって、で自分のことを嫌いにならなくて済むんですよ。それはすごく生きやすさにつながっているなというふうに思います。親孝行が人間関係の基本だなっていうのは、自分の経験を持って本当にそう思います。楽になりました。人間関係が、人を疑わずに済むようになりました。私は過去を人で早く疑っておりましたから、どこ見てんのよと言ってた時はですね、仕事はすごくたくさんありましたし、日本中の人が私のことを知ってましたし、たくさんのスタッフさんが私を支えてくれましたけれども、誰も味方がいないというふうに思っていたんですね。で、私のことを肯定してくる人ほど遠ざけなかったんですよね。私が私のことを嫌いなのに、この人は私のこと好きって言ってる、気持ち悪いみたいな感じで、正直に本当にそう思ったんですけど、そういう性格というか、そういう性質というか、そういうものは全部親子関係から来てるのかもしれないなというふうに、思っております。今私が娘にですね、親のことだけは嫌うなって言ってるんですね。どの口が言ってんだと思いますけれども、とにかく私とだけは仲良くしておこう、私と父親は、前の旦那さんですね、前の旦那さん、パパとママとだけは仲良くしておこう、そこさえあれば人間関係はきっと大丈夫だからっていうふうに、言ってるんですよね。だから大人になってから、私の娘がこの母みたいな本を出さないように、私は娘と関わっていけたらいいなというふうに、思っております。そんな母という本がですね、今日白坂さんが、お部屋に入れていただいたその紙袋の中に入っていると思いますので、読んでいただけたら嬉しいなというふうに思っております。今動物愛護活動を通して私が感じていることはですね、里親崩壊や虐待をする人とも何人か会ってきました。そこで私が感じたことは、あ、この人たちは動物が嫌いで虐待するわけじゃないんだなっていうふうに思ったんですよね。その人たちの家から動物を引き取りに行くとですね、泣きながら言うんですよ。自分が良くなったらこの動物を返してほしいって言うんですね。で、そうすると何を憎めばいいのか分からなくなってきちゃってですね、私が果たして法改正なんだろうか、それもすごく重要なことだと思うんですけれども、でも苦しんでるわけですね。明らかに私が関わったその虐待をしているその男性は苦しんでいるわけですね。自分が余裕がなくて動物に手を挙げてしまうという、状況があるわけですね。で、里親崩壊している家に行ってもですね、経済的な余裕がなくてこんな風になっちゃった、自分の中に余裕がなくてこんな風になっちゃったっていうんですね。それはもちろん、人としてしちゃいけないことなんだけれども、泣きながらこの動物たちをどうにか返してほしいんだ、誰にも譲らないでほしいんだっていうこの人たちに対して、それが言えるのかな、私も言えないなって思っちゃったんですよね。だからまず人間なんじゃないかっていうふうに思うんですよね。人がみんな余裕を持てば、きっと動物たちも、可愛がれるんじゃないかなというふうに思うんですよ。じゃあ果たして何をすればいいかっていうところがですね、私も分からなくてですね、
皆さんにお力をいただきたいなというふうに思っております。その一つがこういうところでこういうお話をすることかなというふうに思っています。動物愛護の活動に、もう動物のことをですね、可愛がって動物愛護のことを考えている人はもうこんなことはもう重々わかっているわけですよね。でも世の中には知らない人っていうのがいて、子どもたちですとか、こういう現状を知らない人っていうのはたくさんいて、そういう人たちに少しでも、こういう状況ってあるんだよっていうことを伝えていくっていうのも、一つの役割なのかなというふうにも思いますし、それから動物愛護関連の方たちにですね、横のつながりっていうのが実はあんまりなくてですね、みんなそれぞれの人たちがそれぞれの考え方を持ってるからだと思います。そのパイプ役になれたらいいなというふうに思っております。みんなが手をつないで、動物たちを助けようって、人間たちが余裕を持って、動物に癒されるよりも癒せる人間になろうというですね、思いでやっていくとみんな元気になるのかなというふうに思っています。むしろ皆さんにお聞きしたいというかですね、力を貸していただきたい。じゃあどうしたらいいんだろうか、私はどういうふうに動けば、動物たちが一匹でも元気になるのかなということですね、聞いて回っているというような感じでやれることはやっていきたいなというふうに、思っております。そんなふうに生活をしてみると思います。今日は私、クズタクシーの話を聞いていただきましてありがとうございました。